はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ケニーチャンネルのケニーさんです。今日はですね、ケニーさんの YouTube チャンネルのことについてお話しさせていただきたいと思います。というのもですね、Google から、このピンコード収益受け取りのですねパスワードが届きましたので、せっかくなのでケニーさんの今月の収益について、やっと確定額知ることができましたので、お伝えしたいと思います。はい、それとですね、 YouTube 日頃どういう風に撮ってるかっていうのをですね、簡単にちょっとお話しさせていただきたいと思います。まずですね、このチャンネルを始めたのは12月ですね、去年の12月末あたりだったと思いますけど、本当年末ギリギリに始めたので、一応ですねちょっとだけ年はまたいでますけど、まあ今が1年目ということですね、今が9月なのでだいたい丸8ヶ月 YouTube 活動してきました。で、間 2,3 ヶ月ちょっとお休みしたこともあったんですけど、7月の末にですねチャンネル登録者数1000人を超えることができまして、収益化となりました。まあ収益化クリアのですね基準としてですね、まずはチャンネル登録者数が1000人、まあ、それと、合計再生時間が4000時間、なので登録者数1000人と再生時間1000時間以上っていうのが収益化クリアの条件ですね。で、4000時間というのは、結構早めにクリアしていたんですけど、1000人というのをクリアしたのが、7月の末ですね。まあ、ちょうど1000人になってですね。で、パソコンで YouTube 開くとですね、収益化可能になりましたという表示が出てましたので、それで収益の、まあ、審査の手続きを行いまして、3日後に返事が返ってきまして、審査に合格しましたということで収益化となりました。で、収益化はされたんですけど、収益を受け取る方法ですね。収益を受け取る方法は、私のですね、住所とか個人情報を入力してですね、はい、その住所宛てに Google さんから、お便りが届きます。なので、ちゃんとですね、その場所に、まあ、住んでるかという確認ですね、その住所に私本人がいるかということで、私が入力した住所にお手紙が届きます。そのお手紙がですね、だいたい3週間後ぐらい、さっき見せたこれですね、今ちょっと住所隠しますけど、こういった住所に届きます。で、私が中身しっかり確認してですね、今ですね、これちょっとこれまた隠してますけど、ここにピンコードというのが書いてあって、ここにですね、6桁の数字が書かれてまして、まあ6桁の数字をパソコンで私が入力してですね、まあ無事収益化の手続きが完了しました。で、まあ私がですね、振り込んでもらいたい銀行口座の、まあ、銀行名とか口座番号を入力して、はい、あとはですね、振り込まれるのを待ってるというような状態です。で、あとですね、いくつか質問がちょうどありましたので、まあ、コメント欄でもお返事したんですけど、せっかくなのでちょっとお答えここでもしていきたいと思います。まずですね、編集はですねスマホですかパソコンですかということなんですけど、これは全部ですね、まあ、スマホというか iPad で編集をしています。撮影はですねもうすべて iPhone で撮影して、それを iPad に転送してですね、iPad で、全て編集をしてます。で、編集してるソフトは、まあ、ブロというソフトです。まあ、ソフトというかアプリですね。ブロというアプリで編集してます。これはですね、年間で確か800円だったと思うんですけど、まあ、年間800円だけ払えばですね、使い放題なので、すごく優秀なアプリだと思います。で、最初はですね、パソコンで編集してまして、Adobe Pro とかですね、サブスクで購入とかをして、編集していたんですけど、ちょっと私、パソコンが疎いもんで、どうしても時間がかかりすぎるというのと、はい、まあ、すごくですね、丁寧で綺麗な動画を作りたい方は多分いいんだと思うんですけど、私みたいな素人はですね、もうちょっと全く手に負えなくてですね、購入はしたんですけど、結局すぐに使わなくなりました。それと、あと GoPro ですね。GoPro も購入して、GoPro で撮影していたんですけど、これもですね、ちょっと、まあ、使いこなせばそんなに面倒ではないと思うんですけど、やっぱりですね、急遽撮影するときとか、まあ、手軽に撮影したいときに結局 iPhone が一番便利なので、結局はですね、これも全部 iPhone で撮影するようになってしまいました。なので、今はすべてですね、iPhone で撮影して、iPad で編集してる、そういった感じですね。で、編集は Bro というアプリを使ってます。で、編集した後にですね、字幕を入れるのだけですね。まあ、字幕です。字幕というかテロップですね。フルテロップにするために、キャップカットというアプリを使っています。キャップカットは全部無料ですね。有料版もあるのかもわからないですけど、私はすべて無料で使ってます。ですので、テロップはすべてですね、まあ、キャップカットの自動テキスト でテロップを入れて、あとはまあ細かく自分で修正するという感じですね。まあ、その2つのアプリだけで、ほとんどの編集を行っています。
まあその他にですね、まあパソコンだったり、ライトだったり、あとグリーンバックとか、マイクとか、そういったものですね、最初はいろいろ買い込んだんですけど、結局だんだん使わなくなってですね、今は iPhone と iPad、それだけですね。で、最後にちょっと細かな調整というか、どうしてもパソコンじゃないとできない処理がありますので、まあその処理だけパソコンでやるというような感じですね。なので、まあパソコンはですね、まあほぼ必要ないといえば必要ないですね。なのでこれから YouTube やっていく人、 YouTuber を目指している方はですね、まあ全然ですね iPhone だけでできますので、まあ画面が小さいので編集とかは、まあ私は iPad でやってますけど、まあ iPhone でできなくもないです。まあ iPhone1 台あればですね YouTube やっていくのは可能だと思います。で、まあ話が長くなってしまいましたけど、私のですね、まあ、今月の収益ですね、収益が確定しましたので、そちらをですね、一応お伝えしておきたいと思います。一応ですね、規約でですね、まあ、収益とか詳しいことを話してはいけないという規約になってますので、ちょっとですね、どこまで言っていいかわからないんですけど、はい、せっかく見ていただいている方のためにですね、収益を発表したいと思います。こちら届いてですね、ピンコード全部設定しました。でですね、7月の収益が、7月の収益がですね、決定しまして、約ですけど、4200円という収益になりました。いつもですね、見ていただいている方、本当にありがとうございます。で、7月はですね、ギリギリ最後というか、まあ、宇和島の牛鬼祭り、和礼大祭ですね。まあ、和礼大祭が終わったぐらいで手続きしましたので、まあ月のですね、終わり頃だったので、なのでこういった金額なのかとは思います。正確にですね、何日から収益化されたっていうのは私もちょっとわからないので、はい、日割りがいくらぐらいなのかわからないので、ちょっと8月の収益がどれぐらいになるかっていうのもですね、ちょっと今わからない状態なんですけど、おそらくまあ1万円ぐらいはあるんじゃないかなと思ってます。はい、まあそれでもですね、まあ今ですね、自己破産の手続き中になってますので、今年いっぱいぐらいで、手続きが完了すると思うんですけど、それ終わってからですね、まあ、YouTube 一本で生活していくと、一応今のところは決めてますので、一月にですね、1万円いくかいかないかという感じではですね、当然私生活できませんので、なんとかですね、まだまだ収益を上げていかないといけないのかなと思っております。これからもですね、精一杯頑張っていきたいと思います。まあ、宇和島にお住まいの方、あとは宇和島をですね、出て県外、遠く離れた場所で、現在宇和島がどうなってるのかわからないという方のためにですね、宇和島の情報とか、あとはですね、皆さんが楽しんでいただけることをですね、このチャンネルでやっていきたいと思ってます。これからも応援していただけると本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。よかったらですね、グッドボタン、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録をお願いいたします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ケニーさんでした。